チェンジの時、がんサバイバーストーリー。おはようございます、八木咲です。がんは日本人の2人に1人がかかると言われる身近な病気です。この番組ではがんと闘う皆さんと共に今と未来について考えます。がんと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間、チェンジの時についてお話を伺います。この番組は小野薬品工業と日本対がん協会の提供でお送りいたします。おはようございます。チェンジの時、がんサバイバーストーリー、ゲストの方をご紹介します。前回に引き続きまして、俳優の秋野陽子さんです。今週もよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。もう健康体そのものだった秋野陽子さんが、2022年6月に食道がんの診断を受けられました。診断がつくまで半年かかったということで、やっと診断されたということだったんですけれども、治療法が2つ選択肢あったんですよね。外科手術を行うか、化学放射線療法ということで、秋野さんは化学放射線療法を選択されたというところまでお話を伺いました。改めてこれどういった治療法なのか教えていただけますか。要するにお薬と放射線で治す方法なんですけどね。抗がん剤を24時間点滴をだいたい月曜日から金曜日までやって、土曜日の朝に抜くんですけどね。何クールっていうんだけど、3、4週間済んでそれやってっていうのは、私はだから4クールやりました。でその間に毎日ですけど、今度は放射線を当てるのに、ピンポイントで、これね、結構ね、放射線当てるのって15分ぐらいなんですよね。簡単なので、あの15分間のうち大体10分ぐらい、そのどこに当てるかを技師さんがこう探って、でそこを見つかったら、放射はね1分ぐらい で何ともないんですよ。当たってるも何も、ただそれがね20回以上やって、私は30回合計やったんだけど、20回ぐらいからねやっぱり焼けてくるんで、喉が、喉に剣山がね2日間ぐらいいたね。それとあの表面が、当然あの中を焼いてるんで表面も焼けるので、喉が、表の皮膚が真っ黒になって、一回痛がゆくて、もうあのパジャマの襟が当たってみたいな。でもそれがね、結構いろいろ湿布したいろんなことするんだけど、ある時ね、その真っ黒になってる皮が、ね、ペロッてめくれたら、めちゃめちゃ綺麗な肌が出てきたのよ。生まれたてのピーリング、本当にうわーと思って、いや悪いことだけじゃないなと思って、綺麗じゃん皮膚と思って、小じわが減ったのよ。そうですか。そうなみたいなね、治療なんですよ。あ、そうですか。うん、でもその間はもう動けない、食べられない、どんな感じですか。喉に剣山があった 2,3 日はやっぱりちょっと、もう固形物は入らないので、お水飲んだり、それから、アイスクリームとか、プリンとか、こう喉越しちょっと入るような、つるっと入るようなものをいただいたりしてたんだけど、胃ろうも開けたんですよ私。放射線やる場合はもう胃ろうするって決まってて、私の入った病院は胃ろうもしたんだけど、結局お話聞いてると、なるべく口から入れた方がこの嚥下能力が落ちないんで、いざご飯を食べれるようになった時に嚥下能力が落ちて、ちょっと肺炎になっちゃったりしちゃうこともあるので、で聞いたんで、もうとにかく胃ろう使わないで口から入れようと思って、もう剣山に向かってプリンを入れてるみたいな流し込むみたいな流し込むみたいな。いや、ブログで拝見しましたけれど、お写真ってやっぱりなんか一瞬器しかないのかなっていう写真で、液体ですよ ね。でもご自身でそれをちゃんと飲まれたっていうのは、治療後の生活もちゃんと考えてってことですよね。そうですね。そうなんですね。その治療を、結局なんだかんだでだいたい4ヶ月半ぐらい全部かかって、当初見つかったそのでっかい4センチあったやつが綺麗に消えて、でそれ以外に、5つだったんですよね当初。でそのでっかいのが消えて、残りの喉のところと胃の下部のところが消えたんだけど、5つ消えたんだけど、実は、それ以外にもあったんだけど、そこはね、放射線ってあんまり広範囲に当てられないんですよ。心臓とかいろいろ近いも臓器があるんで、でこうコンパクトに当ててるので、どうしてももう当たらないところがあって、でそこはね、後日やっぱり内視鏡で取るっていうのをやって、結局ね全部ね9つあった。あ、そうですか。でも今のところ全部なくなった。
その化学放射線療法っていうのが、うん、食道がん診療ガイドラインの標準治療に当たるんですか？そうそうそう、標準治療です。そうですか。標準治療ってまだ誤解があって、うん、その時の最善の最良の治療ってことですよね。この、ね、標準って言葉が悪いと思うんだよね。いや、私もそう思います。これなんか標準って言われると、うん、最高じゃないのかなって思うじゃない。オプションつけて初めてなんか、ね、こう成り立つのかなって思いがちですけど、ね、うん、最良のっていうことで。最良の。じゃあご自身でも確認したその見てがんって分かる子がいなくなったんですか？いなくなったの。すごいですね。すごいな、薬も放射線もと思っちゃったんだね。いや、すごいですね、うん、あとね、まあ、一つ自慢するとしたら、はい、それまで運動とかいろいろやってきた体力、免疫力があるっていうことと、あと全然落ち込まなかったこと。お、うん、全然笑ってたし、はい、いやいやいや治る治ると思ってたし、はい、消える消えると思ってたしっていう、ある種ののんきさ。いや、強さだと思います。やはりそういうのも大事かな。あ、じゃあ治療中にその辛かったとか、その体調の変化とかは特にあまりなかったですか？なかったのよ、私。その副反応というか、その時はなかったの、今退院してちょっとしばらくしてから、ちょっと足の先がしびれたり手の先がしびれたり、あと今ちょっと耳鳴りが始まってるんだけど、まあ、そういうことあるけど、でもまあ別に生活できないわけじゃないし、はい、全然本当に旅行も行ったりいろいろしてるし、はい、いやもう全然印象がやっぱ変わらないどころか、うん、一段とこう優しさもなんていうかプラスアルファされ、女神感があります。女神感なかったんかい。前はどっちかというとなんていうか引っ張ってくれる姉さんっていう感じだったんですけど、すごい、ね、でもありがたいですよ ね本当にやっぱり医療従事者の皆さん、はい、それからまあ、ね、お薬作ってがはってる方たち、うん、もう本当に大勢の方のお力と、うん、それから友人たちの祈りと、うん、そして私のブログに集まってくださってるその現在ファイターの方、サバイバーの方、サポーターの方、皆さんがこう私を励ましてくださる、そういう力もねやっぱりいただけたんで、はい、そのとても私のブログがいいプラットフォームになってなので、それはやってよかったなって思います。秋野さんが包み隠さず明るく発信をされてたんですよね、うんうん、そのブログが名前がですね、がんとの戦い鬼退治の日記ということで鬼退治っていうのが秋野さんらしいなと思ったんですが、やっぱりがんは鬼ってことですか？っていうか、桃太郎ってね、はい、一人で戦いに行ったんじゃなくて、キジやサルやニはみんな連れて、まあ、先生方をそういうふうに例えるのはちょっと失礼かもしれないけど、要するに一人ではできない、やっぱりいろんな方の力があって初めて鬼退治ができる。で、鬼も鬼退治をした後に鬼からいろんなものを戦利品をもらって、それでまた国へ帰ってそれをみんなに分け与えた。あ、そうか、私はがんという病気をもらったけど、それを退治したらきっととそこで何かしら私に得たものが皆さんに少し報告ができる。あ、例えばこうやってね、さきちゃんの番組読んでいただいたりすることも一つの私の、まあ言えば鬼退治の戦利品なわけですよ、うん、だそういうことを考えると、あの鬼退治っていう言葉がいいかなって思って、桃太郎だみたいな。本当ですね、そういうふうに聞くとそうですね、うん、で私この間絵の個展をさせていただいたんですよ、はい、でその個展絵と、あと私ブリザーブドのお花もやるので、はい、それを出して、で実はこの売り上げをがんと携わっている方たちに何かお役に立てればいいと思って、ご寄付させていただきたいということでそれをやらせていただいたら、おかげさまで絵も全部売れて、お花も全部売れて、お金を頂戴したんで、対岸協会さんにその寄付を持って行ってたの。あ、そうですか。そうなの。そうで、どうしてこれね、来てあれ見たら、あら、対岸協会さんスポンサーじゃんって思って。いや、そうなんですよ。そうそうそうね。がんを患ったりなんかすると、その情報をどういうふうにして取ったらいいかっていうのがわからないという方も大勢いらっしゃる中、日本対岸協会さんのホームページなど見ましたら、幅広く信頼できる情報が載ってたりしますよね。と、情報って大事ですよね。大事です。病気に勝つには笑顔とか体力も必要だけど、何よりも必要なのは病気を知るということです。知識がないと病気には勝てないので、はい、病は気からと、病が力って知、知性の知、はい、知識の知もあるというふうに思っていただけるといいなと思います。また秋野さん、知識もあって、まあ、体力もあって、前向きにすぐ治療っていうふうに切り替えられたっていうこともありましたけれども、うん、今まさに闘病されている方へのメッセージ、うん、
っていうとどういう言葉になりますでしょうか。そうですね、まずやっぱりがん患者に一番必要なことはね、希望を持つことですね、うん、諦めないこと、それだけかな。あとはもう先生とよく話し合って自分が納得できる治療を選んでいくっていうことかな。あとサポーター、ご家族の方も寛解完治を信じて、共に生きるっていうことでしょうか。今後の活動ますます楽しみなんですけれども、うん、どういうふうにこう人生を全うしたいとお考えでしょうか。あのね、がんサバイバーの人たちってすごく大事なことは体力をちゃんと持っていくっていうことだと思うんです、うん、治療をし終わった後のリハビリ、フィットネス、これすっごく大事なんですよ。でもね、なかなかそこにみんな気がいかないんだけど、うん、これをちょっとある形になんかして、例えばステージ1の方2の方、まあ、部位によってまた違うけど、こういう運動をしましょう、こういうリハビリをしましょうっていう、でそれは肉体だけじゃなくて精神的なことも含めて、うん、なんかそういうことをなんかこうある形で発信できないかなって今思って、病院の先生とかあとリハビリの先生とかちょっと今相談中。いや、そうですね、やっぱ体力が弱ると、うん、その精神的にも弱ってしまう部分があるかと思いますので、そういう意味でも体力っていうのはやっぱ大事ですもんね、うん、そう。秋野さん、本当にその基礎体力みたいなことも含めて印象が全く変わらないです超綺麗で、ありがとう、ありがとうございます。ますます秋野さんが発信される言葉に皆さんぜひ注目をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回のゲスト、秋野陽子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてきましたチェンジの時、がんサバイバーストーリー。番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしております。メールアドレスはchange@abc1008.com です。抽選で番組オリジナルクオカードやがんサバイバーを支える一冊、がんのハテナに答える本、がん相談ホットラインに寄せられた100の質問と回答をプレゼントいたします。また今日のトークの様子はチェンジの時番組公式 YouTube で動画配信もしています。番組ホームページでは過去のアーカイブもご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。さて、来週は慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授の岸博之さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。チェンジの時、がんサバイバーストーリー、お相手は八木咲でした。この番組は小野薬品工業と日本対がん協会の提供でお送りいたしました。